2年ぶりに髪を染めまして、細工をかけて、記事はお願いいたします家族がね、朝から見に行ってくれて、えー、すっごい面白いって言ってました、ううもうちょっとあのー、もう出そうか、声。<laughs> お客様、皆様、上映中と声を一緒に出していただけますでしょうか。 えー、本日はよろしくお願いします春の足音が少しずつ近づいていくのを感じる今日この頃足を運んでいただきありがとうございます役者をやってます室千です <laughs> よろししくお願い,いたします本当に足を運んでいただきありがとうございます、えー、今日は舞台挨拶ということで皆様の思い出に残るような舞台挨拶にしようと頑張りますのでよろしくお願いしますまず最初に私事で恐縮ですが本当に私事でちょっと1回だけ映画から離れますがあの昨日2年ぶりに髪を染めまして。<laughs> 全くいいもう関係ないことですけども、あのー、黒くしたらすごく恥ずかしくて、なので申し訳ございません、写真を撮ってくれている方、皆さん、ここにモザイクをかけて、記事はお願いいたします、モザイクかけた方が、もしかしたらヒット数も上がるかもしれませんので、よかった、あ優しい声やめて、ありがとう、でも本当に写真の皆さん、こうどういうモザイク機能はもうついてるでしょう、ね、よ,ろいいよろしくお願いいたします。 ございます。クレイジーなド M 家臣斉藤久内を演じられました林健太さんお願いします。こんにちは、えー。斉藤久内役をあ,ありがとうございます。演じさせていただきました林健太です。皆様今日はお越しいただきありがとうございます。えー、初日ということでおめでとうございます。えー 家族がね、朝から見に行ってくれて、えー、すっごい面白いって言ってました。はい、そんな作品に出られて嬉しいです。はい、よろしくお願いします。皆さんこんばんは、川口春奈です。紀、え、京、ー、さんを演じさせていただきました、えー。本日公開を迎えました。本当にありがとうございます。ぜひ楽しんでお帰りになってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。えっと、えー、身代わり忠臣蔵絶賛と言いますので、皆さん、声よろしくお願いします。練習します。行きます。 身代わり中心蔵、絶賛。っていうことですね。もうちょっとあの、もう出そうか、声。うん、ちょっと最初照れちゃってるから、もうちょっと声出しましょうかね。えやってみましょう。はい、じゃあ本番行ってみましょう。いきます。本番です。いきます。じゃ監督せっかくだから、ちょっと。皆様、ほら、皆聞いたことないですよ。映画監督の用意スタートって。よかったら、監督の。はい、では、行きます。用意。アクション。 身代わり中止グラ絶賛。中おお、びくさ。おお、皆さんありがとうございます。取材の皆さんもありがとうございます。